稲沢市図書館は、愛知県稲沢市の公共図書館の総称。現在の稲沢市は2005年に、旧稲沢市、中島郡祖父江町、中島郡平和町の一市二町が合併して誕生したものであり、稲沢市図書館は、稲沢市立中央図書館、稲沢市立祖父江の森図書館、稲沢市立平和町図書館の3館からなる。2014年4月1日から、 中央図書館では、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを利用できる。2015年度の総貸出冊数は1568,629冊、1人当たり、貸出冊数は11.4冊、1人当たり、資料費は228円だった。初期1964年に設立された。 三菱電機稲沢製作所1955年4月15日には、中島群宮稲沢町、明治村、千代田村、大里村の一町三村が合併して、人口約4万7千人の新稲沢町が誕生した。その後稲沢町の人口は5万人を超え、約4億円の1958年度予算は、全国の町村の中でも有数の規模となったため、 1958年11月1日には稲沢町が市政施行して稲沢市となった。1959年2月24日付の稲沢広報では愛知県立図書館が運行する2000冊積載の移動図書館車両が稲沢市公民館本館、稲沢市立明治中学校、稲沢市立千代田中学校、 稲沢市立大里中学校の4カ所を年5回程度の頻度で巡回すると報じている。1965年4月には愛知県立図書館が運営する愛知県移動図書館と連携して自前の移動図書館事業が開始された。市政施行前の稲沢町には稲沢町立図書館があったが、1967年2月には愛知県稲沢農業改良普及所の2階に、 稲沢市立図書館が開館した。貸し出しを受けられるのは、小学4年生以上に制限された。同年4月の資料数は4821冊であり、同年度の図書費は30万3000円、利用者数は8434人だった。1966年度の図書館利用者数は5142人だったが、 1970年度には13,243人と4年前の2.6倍になった。1970年度の利用者属性は、中学生以下が7,946人、高校生以上が5,297人だった。1970年には稲沢市役所が新市庁舎に移転しており、1971年3月には図書館が、 旧市庁舎買階に移転した。同年4月の資料数は12,015冊であり、同年度の図書費は150万円、利用者数は27,472人だった。1972年6月5日には、稲沢ライオンズクラブから電子副写機が寄贈された。1972年11月には、旧市庁舎の取り壊しに伴って図書館が、 旧中央家織社員寮に移転した。図書の基本カードの作成、貸し出し方式のブラウン方式への変更などのために11月から1972年12月まで休館した。1972年12月には中央家織社員寮後で仮開館した。国府宮団地時代1階、地下1階部分に図書館が入っていた。 国府具団地稲沢市総合文化センター、稲沢市は日本住宅公団と連携して鉄骨鉄筋コンクリート作り地上13階地下1階建ての国府具団地の1階から3階を稲沢市総合文化センターに当てた。総工費は12億円であり、事業主体は日本住宅公団である。国府具団地は1973年4月に寄港し、 1974年12月に総合文化センター部分が完成した。総合文化センターは、図書館、稲沢市役所北出張所、ホール、文化協会、美術協会などの施設の総称である。高さ51メートルの国府宮団地は、名鉄名古屋本線高野宮駅の南東徒歩3分の場所にあり、稲沢市最大の近代的市街地ビルだった。 1975年3月8日には1階と地下1階を利用して稲沢市立図書館が移転開館した。1階にはブラウジングコーナー、お話コーナーなどがあり、地下1階には成人閲覧室、参考図書閲覧室、視聴室、展示コーナー、書庫などがあった。座席数は約170席であり、児童向けのスペースを重視していた。 図書館部分の延べ床面積は1027平方メートルだった。1975年4月の資料数は25,780冊だった。開館からの15日間の貸し出し冊数は8,475冊に達し、館法ではこれを爆発的、驚異的と伝えている。同年10月13日には800冊積載の移動図書館車両、大空号を用いて、 重ステーションを月2回の頻度で巡回する移動と所管サービスを開始した。下津町の稲沢市農協東部支所、六角堂町の長光寺、草壁松野町の中吉広場、東緑町の遊園地、東出張所、西出張所、酒田町の酒田文庫跡、八和瀬町の地蔵様広場、片原石城町の善能寺、老人遺いの家にステーションが置かれている。 1976年3月には死体不自由者に宅配サービスを開始し、1985年4月には視覚障害者に録音テープの郵送貸し出しを開始した。1975年の開館時の住所は、稲沢市小池正明寺町北丹田35番地だったが、1984年には住居表示が実施されて、 稲沢市国府宮三丁目一番一の101号となっている。1988年7月にはコンピュータを導入。1993年10月には利用者用検索端末を設置した。1996年4月には開館時間を10時から18時に変更し、2000年4月にはより大規模な開館時間の変更を行っている。 これによって11月から翌年4月は10時から18時、5月6月9月10月は9時30分マイナス18時、7月8月は9時から18時となった。2002年には、尾張西部図書館運営協議会を構成する三市三町の図書館館で広域貸出しが開始された。2005年の増書数は10万7000冊だった。国府宮団地内の図書館は、 延べ床面積や蔵書数などの点で規模が小さく、老朽化が進行していた。2004年度の統計によると、稲沢市立図書館の一人当たり、貸出冊数は2.8冊であり、愛知県の公立図書館の中で最下位に近かった。2005年4月1日には、旧稲沢市、中島郡祖父江町、中島郡平和町の一市二町が合併して、新稲沢市が誕生し、 稲沢市立稲沢図書館に改称した。合併に合わせて3館の開館時間を統一し、年間を通じて10時から19時とした。国府具団地の旧館は2006年6月30日で閉館し、7月1日から10月31日には、新館への移転作業を行った。中央図書館隣接する稲沢市民開館図書館のロビー、稲沢市は、 稲沢市民会館南側駐車場の一角への新館建設を決定した。合併前の2003年には図書館基本構想を策定して図書館建設準備室を設置し新図書館基本計画を策定した。2004年には新図書館基本設計、新築工事設計を完了させ2005年4月23日に新館の起工式が行われた。設計は 日検設計、総事業費は29億円である。2006年7月に新館が竣工し、11月1日に稲沢市立中央図書館が開館した。2014年度までの開館時間は三館共通で10時から19時だったが、2015年度からは中央図書館の未10時30分 -19 時30分に変更された。 新館開館10年目の2016年5月には、第55次南極観測隊員の吉川康文を招いた講演会と南極写真パネル展を行った。1986年7月12日には、中島軍平和町に平和町立図書館が開館した。開館時の開館時間は9時から16時30分であり、貸し出し冊数は4冊だった。 2005年4月1日には、平和町、旧稲沢市、祖父江町が合併して新稲沢市となり、稲沢市立平和町図書館に改称した。稲沢市立中央図書館の開館に合わせて、平和町図書館は2006年6月20日から8月31日まで、休館し、蔵書への IC タグの導入などを行った。祖父江町を象徴する、 以上建物の入り口1989年の祖父江町総合計画には祖父江町総合グランド構想が盛り込まれ1990年には祖父江町文化スポーツ施設建設調査研究協議会が発足1992年5月には施設の建設場所が決定した1993年9月には 町内の全5864世帯に対して理想の図書館像のアンケートを取っており、ゆったり座って楽しめる身近な書斎のような図書館が半数を占めた。祖父江町は1993年8月31日に図書館の建設に着工し、1994年10月31日に竣工、11月16日に竣工式が行われた。 1995年2月10日、文化ゾーン、祖父江の森の第一弾として、祖父江町中央図書館が開館した。開館時の開館時間は10時から18時であり、貸し出し冊数は5冊だった。開館から約1ヶ月で1万人が貸し出し登録を行い、約2万6千冊が貸し出された。 初年度である1995年度の延べ入館者数は133,553人、延べ貸し出し冊数は151,394冊だった。なお、1996年3月26日には、温水プールもオープンしており、多目的グランドテニスコートも合わせた文化ゾーン、祖父江の森が完成している。1998年4月には、市宮市、美在市、 稲沢市、平和町、木曽川町、沙織町、八階村に対する広域貸し出しを施行開始した。2002年には、尾張西部図書館運営協議会を構成する三市三町の広域貸し出しを正式に開始している。2000年9月には、延べ貸し出し冊数が100万冊を突破し、2001年9月には、延べ入館者数が100万人を突破した。2001年4月には、 閉館時間を延ばして19時までとし、2001年度からは、ゴールデンウィーク期間中の休館日が廃止された。2002年版、日本の図書館によると、人口2万人以上で、図書館を有する231町村の中で、祖父江町の延べ床面積は38位、年間貸し出し冊数は39位、年間購入冊数は28位、年間資料費は33位の高水準だった。 2005年4月1日には、祖父江町、旧稲沢市、平和町が合併して新稲沢市となり、稲沢市立祖父江の森図書館に改称した。稲沢市立中央図書館の開館に合わせて、祖父江の森図書館は2006年9月1日から10月31日まで、休館し、蔵書への IC タグの導入などを行った。1975年9月には、 移動図書館用車両を購入し、10月には10、ステーションで移動図書館、大空号の巡回を開始した。大空号の運行開始から1年間の貸し出し冊数は18,065冊だった。1981年4月には明治、公民館と書室、千代田公民館と書室で、10月には稲沢公民館と書室、大里公民館と書室で、 1983年5月には、下津公民館と書室で、1988年4月には、大里東公民館と書室で、1991年4月には、稲沢東公民館と書室で図書の貸し出しを開始している。このように公民館と書室が整備されたことで、1987年3月には、移動図書館を廃止した。正面から見た。 中央図書館中央図書館の設計は日建設計。収容可能冊数は45万冊であり、半分の22万5千冊が開花である。収容可能冊数の観点では、開館時に西尾張地方最大の図書館であった。中央階段から自然通風を取り入れる自然換気システムを採用している。2階の一般閲覧室には部分的に自然光を取り入れており、 常に一定の焦度を確保する照明システムを採用している。2階の床下には冷温水コイルを用いた床下空調方式を導入している。太陽光発電システムでは年間2万キロワットの発電を行っている。一般閲覧室には落ち着きのある色合いの重機を採用しているが、自動閲覧室は色鮮やかで楽しい雰囲気を意識している。 視覚障害者向けの対面朗読室が設けられており、2009年度には第15回人に優しい街づくり賞を受賞した。隣接する稲沢市民会館の駐車場をそのまま図書館用地に当てているため、会館前には市民会館と図書館の駐車場不足が懸念された。祖父江の森図書館の設計管理は裏の設計、指向は前田建設工業。 ビキ建設共同企業体。建物は2階建てであり、構造は鉄筋コンクリート作り、一部鉄骨作りである。建設費は13億3745万5千円。開花には10万冊を配下可能であり、閉花書庫には5万冊を収容可能である。建物を上空から見ると、祖父江町の木である遺町の形をしており、館内の床には、 胃腸の葉がデザインされた絨毯が敷かれている。1階には、一般会科室、自動会科室、お話し室、強度参考室、AV コーナーなどがあり、2階には、視聴覚室、学習室、和室などがある。2階建てであるが中央部と、一般会科室の上は、吹き抜けとなっている。名古屋文理大学と愛知文教女子短期大学二千十三年六月一日には、 稲沢市内にある名古屋分離大学と愛知文教女子短期大学の蔵書約12万2000冊を取り寄せ可能とするサービスを開始した。約7万冊の蔵書を持つ名古屋分離大学は食文化や栄養学に関する専門書が豊富であり、約5万2000冊の蔵書を持つ愛知文教女子短期大学は保育や子育てに関する専門書を豊富に揃えている。 稲沢市在住、在勤、在学の18歳以上が対象であり、1回につき3冊まで2週間借りることができる。配送料などは図書館が負担し、週1回まとめて取り寄せて市民に貸し出す。子供の図書館離れを食い止めるために、平和調律図書館は合併前の1995年から漫画の冊数を増やし始めた。2005年に平和町が 稲沢市と合併した後も、平和町図書館は漫画を重視する取り組みを継続している。稲沢市図書館のうち平和町図書館単独では、2015年時点で8万963冊の蔵書のうち約1、4の2万1848冊が漫画であり、1巻で所蔵する漫画の蔵書数は愛知県内で群を抜く。 図書貸出者数は2005年度の17004人から2015年度には46552人となり、10年間で2.7倍となった。貸出者数の約70%が漫画であり、漫画の蔵書のうち約30%は常に貸出し中であるという。購入する漫画の大半は新刊であり、大部分は子供向けであるが、 黄昏流星群など中高年向けの漫画も所蔵している。2014年時点の一番人気はドラえもんである。ジンヒトシ、イリュウ、チームメディカルドラゴンマイナス、失恋ショコラティエなどテレビドラマの原作となった漫画には予約が集中し予約から半年の待ち時間がかかる漫画もある。電車図書館に使用されていた車両と同系の 名古屋市電1400系稲沢電車図書館は、1972年3月19日に、日本住宅公団稲沢団地に開館した、電車図書館である。稲沢団地の建て替えに伴い、2003年3月に、撤去されて現存しない。これに先駆けて、1960年代に、東京都多摩地域の公団住宅団地に開館した、電車図書館として、 日野市の日野市立玉平児童図書館、東村山市の久米川電車図書館があった。1966年8月、東京都日野市の日本住宅公団玉平団地に日野市立玉平児童図書館が開設され、日野市長であった有山数の発案により、都電の線形車両を使用した電車図書館が誕生した。その後1971年、 車両の老朽化により、電車図書館は廃止され、同年4月に新館が開設した。なお2004年3月、日野市立多摩平図書館の新築に伴い、多摩平自動図書館は閉館している。またその翌年の1967年、東京都東村山市の日本住宅公団、久米川団地に、西武鉄道の901系車両に、自動車、約5000冊を積んだ。 久米川電車図書館が開設された。公立図書館ではなく、市民有志による地域文庫として運営されており、車両のメンテナンスはボランティアが行っている。1958年、日本住宅公団稲沢団地が開設された。その当時、団地から図書館までの距離は遠く、さらに図書館の自動書蔵書数は少なかった。 1970年1月30日には、稲沢団地で子供文庫の会が結成され、同年7月には母親たちの手によって集会所に自治会児童図書館が開設された。1972年には、稲沢市や日本住宅公団からの支援を受けて、名古屋市電1400系の廃止車両1両を9万円で購入。同年3月19日、 我が草号と名付けられた車内に稲沢電車図書館が開館した。毎週土曜、日曜の確認時間を開館時間とし、それぞれ40人から80人程度が本を借りに来るほどの盛況だった。1974年12月には、廃車のバスを我が草号の隣に並べ、こちらは読み聞かせやイベント、運営会議などに使用された。 1975年には、稲沢団地に近い高野宮駅東口に、稲沢市立図書館が開館した。このことに加え、団地開設から20年以上が経過して、子供が成長したり、初期の住民の転居が相次いだことなどから、1982年度の稲沢、電車図書館は、全休状態だった。この頃には、名古屋市で緑子も図書館を運営していた、 佐藤宗夫が講演を行っており、児童図書館の価値を再認識した団地住民が再びイベント、読書会、開放発行などを行うようになった。1986年頃からは夏休み期間の週2日間だけの開館となっていたが、1996年頃には新たにバスを購入して図書館とし、毎週土曜日の開館日には、 毎回30人以上が訪れる賑わいを見せた。その後、電車図書館は車両の購入から20年以上が経過して、痛みが目立ち、本はすべてバスに移して、約2000冊を収容していた。1998年頃からは、電車内への立ち入りが禁止されていたが、2003年には、日本住宅公団が稲沢団地の建て替えを決定し、同年3月には、 電車図書館が撤去された。ありがとうございます。